た先生だよな。ずいぶん変わっちまって。髪と目の色以外にも何か変わったのか。腕が太くなったとか腹筋が割れたとか。おお、そうなのか。いいな、お手にも変身のやり方を教えてくれよ。髪と目。季節の課題、聖母での儀式だそうですね。そこで女神様の啓示を受けるって。もしかして女神様が現れるんでしょうか。だとしたら僕も見られるかも。昔から女神様のお姿を想像してたんです。きっとお美しいに違いありませんよ。聖母ってどんなところなんでしょうか。僕全然想像つかないんですけど。聖母って要するにお墓なんですよね。それも地下深くにある。啓示を受ける儀式って一体どんな儀式なんでしょうね。あります。人のみ宿る精霊の話です。精霊宿した人、強い力持ちます。
空飛び、海駆けます。髪逆立ち、瞳輝く。先生とも共通するあります。です。先生、伝承のよう清潔な力示すでしょう。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。しかし先生には異常ありですね。一瞬不審者かと思いましたよ。勘のいい自分はすぐに分かりましたけどね。はは、これは先生が新たな力を手に入れたのだと。ああ、いらっしゃい。こいつで、ほらよ、持っていきな。こいつで、ほらよ、持っていきな。またいつでも来てくれよ。用件を聞こうか。じゃあまたな。いや、いらっしゃいませ。こちらでよろしいで、ありがとうございます。こちらでよろしい、ありがこちらでよろしいで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 すね。ありがこちらでよろしいですね。ありがとうございます。またどうぞ。この間、用があって執務室の近くを通った時に、レア様とセテスさんが言い争ってるような声が聞こえたんだ。と言っても、セテスさんが一方的にレア様を問い詰めてる感じだったけど。やたらと長生きするやつがいたり、髪の色が変わるやつがいたり。ポドラってのは人外魔境か？英雄の遺産もあるしな。ま、そうだな。今のとこあんたはまだ人間に見える。助かった。よく私のものと分かったな。時々考えるのです。ガルグ幕を出ているべき場所に戻るべきではないのかと。いつまでも向き合うべきものに背を向けたままではいられない。申し訳ありません。くだらぬことを、年寄りのたわごとだと聞き流してください。そういえば今節の課題にはレア様も同行されると聞きました。あの方はフォドラの民の心の支え、万一のことがないよう頼みます。届けていただきありがとうございます。ちょうど困っていたところでした。クロニエは死んだ。ソロンもまた君の手で。他でもない、君の手で敵討ちが果たされて、きっとジェラルト殿も喜んでいるだろうね。
先生のその変貌ぶりを見たら師匠も驚いただろうね。しかも今節は聖母での儀式があるんだって。まったく何がどうなってるんだか。あんたなら大丈夫だと思うけど、この先何があろうと自分を見失うなよ。姿を変えようと、どんな力を得ようと、あんたはあんたなんだからな。前節の戦いで敵の戦力は相当削れてると私は見てるけど、遠征をはじめまだまだ足取りのつかめない相手もいる。さっさと奴らをぶっ潰して平穏な大修道院を取り戻したいね。それにしても嫌な空気だ。根拠はないが戦いの匂いがする。お、私のだなこれ。ありがとな、見つかってよかったよ。先生、その髪の色、目の色もレア様に少し似てますよね。いいなあ、僕も頑張ったらそんな色になれるのかな。先生みたいに変な場所に飲み込まれて脱出すればいいのかな。先生。あら。しかし、なんだか本当に別人みたいになっちまいましたね。いやいや、変じゃない。その色も先生の麗しい顔によく似合ってだから冗談ですって。そんな目で見ないでくださいってば。いや、あの、先生、無事ですか？ハンネマン先生に何かされてません？なら僕が何かしたい。あ、いや、やっぱり調べさせてほしいなって。だって紋章の力にしてもさすがに限度ってものがありますよ。レア様の言う女神の加護っていうのもなんだか個人的にはしっくりこないな。聖者セイロスは死より啓示を授かり大いなる力を得たとか。先生も聖者セイロスのように。でも啓示を受ける前に先生ってば変身しちゃってますよね。変身したってことはもう何か力を授かったってことじゃないのかな。では儀式を受ける啓示とはどのような。その力でフォドラの民を救うのですみたいなお言葉を授かるだけじゃない。でも女神様の声が直接聞こえてくるとかさすがにありえないかも。今でこそ生徒として扱っているが、ここを卒業してしまえば雲の上の王侯貴族。あんた、あんまり舐めた態度をとっているとそのうち職をなくすかもしれないぜ。
なんて、生徒たちの顔を見ればそんなことはないだろうってのはわかるよ。教え子たちが卒業しても仲良くやれよ。あんたは先生なんだから。失礼だな先生。女神様から力を授かっただなんて、やはり先生は特別な方だったのですね。もしやセイロス様も啓示を受けた後は先生のように姿形が変わったのでしょうか。私の知る限りだとそういう話は聞いたことがないけれど、伝承や神話に語られていないだけでそうだったのかもしれないわね。セイロス様にはその力を正しく使い民を救い導けと啓示が下ったそうですが、先生にはどのような啓示が下るのでしょうね。また強くなったんだよな。くそー、目標が遠いぜ。間違いなく俺のもんだ。助かったぜ。ありがとな先生。ローレンツと飯を食うときはついつい作法を気にしちまうんだよな。良い心がけだが、僕が見ていないときも作法くらい気にしたまえ。貴族なのだから。先生、イグナーツ、ちょっと行ってくる。今日こそはおかわりを勝ち取ってくるぞ。さっき食べ始めたところなのにもう魔法を見てるみたいですね。ヒルダさんが一緒だといつもよりご飯が美味しい気がします。私もだよ、マリアーヌちゃん。モリモリ食べて明日も元気に頑張ろう。この何気ない虹、
待ちたまえ。お、頼む先生、お前の口からも殿下に休めと言って差し上げてほしい。だから大げさだ。顔色が優れないから休めなどと。多少の頭痛はあるが、ただの寝不足だ。今節の課題をこなすのに支障はない。殿下、先生もこう言っているのです。せめて課題までの間だけはお休みください。断る。床に着いたところでどうせ休まらない。おい、悪いことは言わん。早くあのイノシシを檻にでもつないでおけ。上の空なのか知らんが、剣も制裁に欠く。あのまま放っておけば死にかねんぞ。クロニエ、ソロン、奴らが死んでもまだ敵は残っている。死神騎士、そして炎帝、再び剣を交える日も近いのかもしれん。楽しみだ。そういえばさっき町に出てきたんだが、いつもより心なしか人が多い気がしてね。今節は祭事の予定なんてなかったはずだが。私を侮るからです。努力の量が違いますから。努力の量が違います。の量が違いますから。ざっとこんなもんです。なんだか。
デルガルトもヒューベルトも今節は異様に忙しそうにしているな。たびたびガルグマクを出て帝国で何かをやっているのか。エーギル家の嫡子である私には何の情報も入ってきてはいないのだ。何かあれば父が言ってきそうなものなのだが。その髪と目の色、先生の身に何が起こったんですか？まさか何かの力を得た代償として何かを失ったというようなことは。過剰な力に体が耐えられなくなることもあります。無理は控えてくださいね。それ私のです。見つけてくれたんですね。ありがとう。先生、一人で出歩いて大丈夫なのか？また急にぶっ倒れたりしないでくれよ。それにしてもレアさんはあんたに何をさせたいんだろうな。ま、とりあえず聖母での儀式に立ち会えることになったのはよかった。何が起こるのか、何も起こらないのか、この目で確かめさせてもらうさ。髪の色も目の色も全然違うから、まるで先生じゃないみたいで。そうですよね。私ったら何言ってるんだろう。わ、それなくして困ってたんです。どうして私のだって分かったんですか？まだまだ。
ば。しかし今年は何かととんでもない年だったな。まあ何はともあれ、生徒たちにとっては1年間の学校生活も来節で最後だ。来節の末にはささやかながら卒業を祝う式典を催すことになっている。それまで彼らが心穏やかに過ごせるよう、今節もしっかりと職務に励んでほしい。正直に言うが、最近の事件についてはさすがの僕も全くついていけていない。モニカがクロニ、トマッシュがソロン、やつらは一体何者だったんだ。そもそも先生は何者なんだ。僕たちの味方には違いないんだろうな。そのつもりか。頼りない答えだが、今は信じるしかあるまい。おお、届けに来てくれたのか。助かったよ。この礼はいずれ返そう。ガルグマクの地下にそんなものが。何年もここに勤めているのに初めて知ったわ、私。でも分からなくはないわね。だって不思議だったもの。フォドラの中央とはいえこんな山奥よ。わざわざ修道院を築く理由がないわ。それにしてもこの修道院ができた頃はまだ王国も同盟もなかったのよね。よくぞ帝国、王国、同盟のちょうど間、ど真ん中になったものよね。最近、なんだか先生が遠いなって感じるんですけど。雲の上の人っていうか、人間離れしてるっていうか、どうしたらいいと思います？大丈夫です。ちょっと行ってみたかっただけですから。君は一体何者なんだね。本当にその姿形は炎の紋章のせいなのか。残念ながらネメシスの髪や瞳の色が変わったなどという記録は確認できない。君の変化が紋章の力の一端であるというのであれば、これは格別な発見となる。さあ脱いでくれ。いや、すまない。体の他の部分に変化がないか見たかっただけなのだ。マヌエラ先生を呼んで確認してもらうしかあるまいな。先生、私嬉しいですわ。髪や瞳の色が似てお揃いみたいですもの。ところで近頃お兄様とレア様の間がなんだかギクシャクしている気がしますの。レア様が聖母で何をするつもりなのか分かりませんけれど、それが終わったらまた元のように仲良くなりますでしょうか。団長、先生、いつからそこに。全く気づかなんだぞ。いや、実はジェラルト殿の遺品を整理していたのだが、懐かしい品が次々と出てきてな。
なかなか進まんのだ。しかし次にこの部屋を使うのは誰になるのだろうな。おお先生、私に何か頼みでもあるのか。貴殿の頼みとあらば、このアロイスできる限り力になろう。何課題？ハッハッハッ、任せておくがいい。どんな小さなことだろうと遠慮は無用。貴殿の力になると亡き団長に誓ったのだ。団長、いや、なしかし。おお、これは私のではないか。探していたのだ。恩に着るぞ。何も心配することはないのですよ。あなたは主の力を授かったのですから。父ジェラルトの死を乗り越え、邪悪な敵を滅ぼした。そんなあなたを私も誇りに思っていますあとは聖母で儀式を行えば全てうまくいくでしょう。君か、少し考え事をしていてね。すまないが、今は一人にしてくれないか。すいません、助かりましたよ先生。それはなくして困ってたんです。よく僕のものだって分かりましたね。
ちょっと聞いていいか？分かった気がするよ。先生？気だって？いやいや、面白いことを言うもんだ。これまでもこれからも俺には君だけさ。その気持ちに誓って嘘はないぜ。けど君がどうしても俺なんかに付き合ってられないって言うなら仕方ない。あ、そうだ、もしよかったら紋章持ちの男とか紹介しようか？そんな言い方。いやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。俺、泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな。君には早く笑顔になってほしいのさ。だから、ね、なあ先生、こんなところを覗いて楽しいんです。なんか物言いたげな顔してるけど、一応聞いておきましょうか。俺はいつだって女の子の味方さ。もちろん先生の味方でもあるんですよ。大体振った振られたなんてよくある話じゃないですか。あの子も他に女がいたからってあそこまで怒ることないだろうに。はあ、可愛い女の子の辛そうな顔を見るのはこたえるな。辛いに決まってるじゃないですか。先生、慰めてくれてもいいんですよ。いや、この間いい茶葉をもらって。どうです、俺の部屋で。あ、冗談冗談ですって。まったく釣れない人だなあんた。君なら僕と釣り合うはずさ。主よ、私たちにご加護。どうだ先生、見事だろう。さらに理解を深め、以前よりうまく力の習得。
というわけだ。なるほど。しかし動かせる戦力が。おお、貴殿、ちょうどいいところに来てくれた。待て、アルイス、まさか生徒を使おうというのか。そうだが、何か問題があるか。ああ、レアさんの許可もなく騎士団の任務は頼めまい。実地訓練に協力したということにでもしておけばよいだろう。何、我々も同行するのだ。海賊相手に危険はあるまい。リーガン家の領とデアドラの港で海賊の被害が多発しているんだ。それを取り締まってほしいとの要請が商人組合から東方教会経由であってな。東方教会は初耳か。存在感がないからな。東方教会はフォドラ東部を管轄しているが、我々のような騎士団は許さない。故にこういった案件については中央教会に要請する形が通例となっている。彼らも東部地域に何かしら貢献することで同盟諸侯に存在感を示したいのだろう。とはいえ、今は我々騎士団も多忙でな、簡単に人員を避ける状況ではない。故に貴殿らに白羽の矢が立った、というか今立てたというわけだ。あんたは傭兵だったし、海賊討伐くらい経験があるんだよな。生徒も盗賊の討伐は経験済み。まあ問題にはならんか。鍛錬と思って付き合ってはもらえんか。商人たちから謝礼が出るかもしれんぞ。あまり時間はかけられない。さっさと行って片付けてこよう。恐れをののけ、我らはパルメル水軍だ。抵抗すれば町を焼いちまうぞ。はて、パルミラ水軍、聞いていた話よりも厄介なことになっているようだな。パルミラの船に似せてはいますが、あいつらただの海賊ですよ。子供騙しのハッタリだが、商人を脅すには有効らしい。急ぐか。騎士団の皆さん、お助けを。謝礼の用意もございますので何卒。店を荒らされては一大事。海賊ども町に入れないでください。うん、承知した。我らセイロス騎士団に任せておけ。ぼちぼち動くか。あっち、この時を待ってた。悪いが俺の勝ちだ。焦らず戦おう。
い通りの戦果だな。お手に行かせてくれよ。よし、行くぞ。さあ、仕事だ。私に任せてください。私ですか？僕の出番のようだな。この程度自慢にもならない。本質が見えてきたよ。いつでも行けます。やってやる。やあ、すごい、僕にもできました。さあ、どうするんだ。勝負ができたね。直してくるの。すっかり覚えました。この策で行きましょう。さ、この機を逃すな。無駄だ。
違いますか。ヒルシクラッセを甘く見たか。賞賛はあったよ。鍛え方がちげえんだ。この僕に勝てるはずもない。この経験は糧になる。見え見えだ。遅いよ。悪いが俺の勝ちだ。よし、今だ。クラッセを甘く見たか。だんだん使う。はい、私を侮るからです。賞賛はあったよ。なしですからね。よっ。よっ。この僕に勝てるはずもない。私もやる気出てきた。
違うのだよ。僕だってやるときはやるんです。なんとかうまくいきました。出直してくるの。ざっとこんなもんです。うんじゃない、必然さ。よかった。パルミラ、お前らのような小悪党どものおかげでパルミラの名を借りて悪行三昧とはね。お前らのような小悪党どものおかげでパルミラ人が余計に嫌われるんだろうな。黙れ。お前が何と言おうと俺たちは本物のパルミラ軍だ。逃げ逃げだ。この時を待ってた。成長の手応えありだ。うまくやったものだ。ったく迷惑な連中だぜ。パルミラの名を語るならもっとマシな戦い方しろっての。ようやく片付いたか。思ったよりも骨の折れる任務だったな。ありがとうございました。これは謝礼です。どうぞお受け取りを。いやはや、ここまで大掛かりな戦いになるとは想定外だった。連中がパルミラ軍に偽装していたことで商人たちも必要以上に混乱していたようだ。だがこれに懲りて海賊どもも少しはおとなしくなるだろう。貴殿らには多大な迷惑をかけたが、おかげで助かったぞ。使われたというのに人間ができているな、先生。うん、さすがは団長の子だ。器が大きい。迷惑をかけた代わりといってはなんだが、
商人からもらった報酬は貴殿に譲ろう。生徒らのためにでも役立ててくれ。遠慮するな。我々の報酬は東方教会から出る。それにアロイスはこの手の金をそっと懐に入れられない男だ。当たり前だ。我らは聖者セイロスの剣であり盾たる騎士団なのだぞ。清廉潔白こそ我らの誇り。正規の報酬以外は断固受け取らんぞ。要は後ろめたいことをすれば眠れなくなる小心者だ。うん、まあそれが長所でもあるが。歯に衣着せぬシャミア殿もようやく人を立てるということを覚えたか。あんたから教わったよ。そんなことを教えた覚えなどないがな。まあ先生、そういうことだから。小心者の私にその金は受け取れん。私はお金がおっかねえのだ。わかりづらかったか。お金とおっかないよだな。さて次の任務が待っている。じゃあな先生。なんだか。
行かせてくれよ。いいこと思いついたぞ。いつでも行けます。ぼちぼち動くか。奪わないでくれよ。悪いが俺の勝ちだ。ちょっと。さあどうするんだ。僕の出番のようだな。私に任せてください。私ですか？焦らず戦おう。ないぞ。まだドーンと来いだ。やるね。見てなさい。
きたね。この地下
焦らず戦おう。これでいいかな。みんなで。お手に行かせてくれよ。絶好調。鍛え方がちげえんだ。冴えているね。ぼちぼち動くか。私ですか。私ですか。はい。あ、弱い私に負けちゃう。いつでも行けます。僕の出番のようだな。さあどうするんだ。この僕に勝てるはずもない。これ私に任せてください。努力の量は違いますか。僕だな。よっ。私強いのだ。もっお疲れさん。はい、いい勝負ができたね。ありがとう。この程度自慢にもならない。
焦らず戦おう。これでいいかな。先生。なかなかだ。
なるほど。地層になったな。お前が呼ぶならまた来てもいい。どうだ先生。なるほど。なるほど、そう。少しは上達。お呼びでしょうか。このお茶、私大好きなんです。あ、お砂糖あります？感謝します。美味しいです。え？なるほど。ええ。なるほど。努力しても報われないって人がいますけど、私は報われる努力しかしたくないです。いいえ。とっても美味しいお茶でした。また招待してくださいね。それじゃ。Thank you.
これで新たな道が開く。聖母で女神の啓示を受けるね。どうもピンとこないんだがな。レア様も一緒に行くんでしょ。安全だって話だけど大丈夫なのかな。確かにソロンの仲間がまだいるならいつどこに現れるのか。聖母がどんな場所か知らないけど警戒はしとくべきだろうね。もし何かあってもお手たちで何とかすりゃいいだけだね。え先生はどう思う？レア様が来るの大丈夫かな。ちゃっかりレアさんを戦力に数えてやがる。さすがは先生ずぶといね。ま、なんか起きたらそん時だ。臨機応変に立ち回るってことでいいよな。クロードは静かにしていたまえよ。君ほど聖なる儀式が似合わぬ者はいないからな。聖母に入った途端にシンバスが下ったりはしないでしょうか。まったく、どうしてそういつも後ろ向きなんです、マリアンヌ。あら、フレン、何か考え事ですか。いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね、皆さん。しかし、やっぱり腑に落ちないな。女神は先生の中にいたんだろう。啓示を受ける儀式なんてのは方便で、何か他の目的があるんじゃないのか。ま、あれこれ考えるだけ無駄か。答えはすぐにわかるはずだ。俺たちに危険はないだろうが。先生、気をつけろよ。驚きましたか。ここが聖母です。さっきの地下に降りるための仕掛け、あれは何の力で動いてたんだ。俺が一人で来ようとした時にはさっぱり動かなかったってのに。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。ほ
本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。大司教殿、お悩みのところ恐縮ですが、どうやら招かれざる客人が来たようですよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍、どうしてこんなところに。私たちが聖母に向かうと知っていて後をつけたということ。ねえ、あの嫌味っぽい人の隣に立ってるのってまさか炎帝か。なるほど、最初から帝国とつながってたってわけだな。けどなんであいつらはこんなところに。何が目的なんだ。墓荒らしの目的は一つだろ、炎帝さんよ。あんたは聖母に眠るお宝を暴きに来たと。ふっ、察しは良いな、道化師。ここにある紋章石は全てもらい受ける。それを眠らせておいたところで薬どころか毒にさえならぬ。無礼な、神聖な墓所を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。紋章石の争奪戦ってわけか。しかし奴らは紋章石を何に使おうってんだ。焦らず戦おう。ぼちぼち動くか。これも策のうちだ。うんじゃない、必然さ。俺はまだまだ強くなるぞ。私に任せてください。よっ、ざっとこんなもんです。僕の出番のようだな。
すがは僕だな。いつでも行けます。やるときはやるんです。私ですか。さあどうするんだ。はっはっはっ。私の勝ちでいいよな。私ですか。お手に行かせてくれよ。鍛え方が違えんだ。まだドーンと来いだ。それでよい。紋章石は根こそぎ奪え。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。量が違いますか。この程度自慢にもならない。加減すべきだ。ありがとな。
でも行けます。なんとかうまくいきました。さあどうするんだ。俺に行かせてくれよ。悪いな、手加減できなくてよ。焦らず戦おう。私ですか？はっ！はい、ヒルダちゃんの勝ち。この経験は糧になる。ぼちぼち動くか。私に任せてください。私強いので。仕方ない、奥の手だ。僕の出番のようだな。手伝うか。僕に考えがある。
いたぞ。違うのだよ。ここまでやれば文句なしですよね。これでいいか。一歩前進かな。僕だってやるときはやるんです。これで人こら無駄だ。よかった。
半ばってやつだ。この経験は糧になる。フェンジバルザー、まだまだドーンと来いだ。はい、お疲れさん。この僕に勝てるはずもない。ヒルシクラッセを甘く見たか。大したものだ。するやつは殺していいとさ。さて、どう調理してやろうか。締めてやれ。この気を逃すな。
我ながら見事だな。やめろ、やめてくれ。俺はあいつの命令に従っただけ。お前が噂の炎帝かな。教えてくれ、紋章石を使って何をするつもりなんだ。フレンの血を使って何をした。クロニエやソロモンってのは何者だったんだ。黙れ、貴様が知る必要はない。不愛想なのは仮面のせいか。それならまずはその仮面を剥ぎ取ってみるかね。これも策の打ちだ。ここまでのようね。おいおい、冗談だろ。炎帝はエーデルガルトだったってのか。残念です、エーデルガルト。ウレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪。主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。目的は果たした。引かせてもらうわ。さようなら先生。次に会うとしたら戦場ね。ヒューベルト、どこへ逃げようとも、セイロス聖教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、全ての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。公女様個人に思い入れはないが、聞きたいことができちまったな。エーデルガルトは紋章石を力だと言った。あの石の使い方を知ってるってことだ。おそらく俺の知らないフォドラの謎を他にも握ってるに違いない。それにレアさんにも落ち着いたら話の続きを聞かせてもらわないと。そんな余裕があればいいんだがな。予感がするんだ。歴史が動く、動乱の時代が訪れる、そんな予感が。教団はホドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。かつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め、税を尽くす偽善者たち。彼らは
ホドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。信じられん事態だ。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察に寄っている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。聞いたぜ先生。皇女様、改め皇帝陛下もやりやがるな。王国も同盟も諸侯は鼻先に突きつけられたわけだ。正教会か帝国かの二択をさ。もともと火種はあったんだ。あっという間にフォドラを二分する戦乱に突入するね。帝国は不穏な動きをしていたけれど、まさかここまで大事になるなんて。なんだってこんなことを。村のみんなは大丈夫かな。うちはきっと今頃大混乱だよ。特に兄さん、私を心配して大騒ぎかも。その通りだ先生。実家のことが心配な奴も多いだろうが、今の俺たちにできるのはせいぜいが戦いに備えるくらい。気を張っていこうぜ。白雲の章、古月の節、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは、実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。言わずもがな、フォドラ全土の征服だろう。そのために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母まで怪我したのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託を持って名付けられたアドラステアが女神にアダナスなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、レアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか。帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい、
敵がこの大修道院まで攻め寄せれば、私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあれば、その時はあなたに工事を託します。あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。レオ、すべて打ち明けてくれ。頼む。あの者は真相なのか。あの者は彼女の器、体の内に真祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、真祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが後戻りはできないか。あなたにもあの子を、いいえ、彼女を助けてほしい。真祖が再び地上を滑るその瞬間を私は待ち望んでいるのです。わかった。今は君の言葉を信じよう。レア様、お兄様、私もあの方をお助けします。フレン、聞いていたのか。ああ、そうだな。あの者はお前の命の恩人で、そして我らが同胞であるかもしれないのだから。感謝します、セテス、フレン。真祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。